もご視聴いただきありがとうございます。ミュージブです。今日はですね、県外の人が愛媛県松山に来て衝撃を受けるらしい、動画をですね撮っていこうと思います。これは友人から久しぶりに愛媛に帰ってきたらマジでびっくりするっていうことがあったので、それを中心にお届けしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、最後のポイントにやってまいりました。ここはですね、とあるコンビニなんですけど、その駐車スペースがめちゃめちゃ他県に比べて広いということで、こっちだけじゃないんですよ。私の車を通過しますと、あちらにねちらっとトラックが見えるんですけど、あっちまでなんですね。ちょっとこれ以上上は映せないんですけど、あそこからこんな感じで、この広さまあおそらく物流の関係もあって、夜ドライバーの方がですね
夜車泊をするということも、時々見られます。ということで今回の動画はですね、県外の方、それから都会の方がですね、愛媛県に来てびっくりする場所3つの、ご紹介でございました。なおこのチャンネルはですね、ドライバーズタウン、アルトの車に対しての DIY とか新しいパーツ紹介などでおります。よろしければチャンネル登録お願い申し上げます。評価コメントもお待ちしています。 YouTube TV でした。